これでいいはずです、動いているはずです。スカンクラジオビジュアライズ2014年12月9日です。久しぶりにやっています。久しぶりなのはなぜか、配信するパソコンがやっと、治ったからです。治ったと信じたい。みんなパソコンが壊れたと思ったら、起動しないなと思ったら、まず電源を変えよう。電源を変えたら治りました。はい、ということで電源変えよう。電源の変え方がわからなかったらググれカスです。はい、ってなことで、随分とお休みしておりましたが、またやりますよ。またブラックアウトしてるね。いいんすかね。もう黒くなったら黒くなったままやってやる。配信されているのかどうかもう全然わからないですけれども、やってますよ。ほいで、なんだっけ、なんだっけ、そう、ほいで、手だけしか流れてなかったとしても、もうとりあえずやります。はい。でね、拡大しようか。よいしょよいしょ。なんだっけな、これさあ、よいしょ、これさ、これこの何止まってる間ね、なんかいろいろやってたらかっこいいんだけどさ、何もやってねえんだよな。やってないからどうしようかなとか思ったんだけど、一応こいつ、あ、違う違う、こっちか、あわわわ、これ戦い宇宙キットの、これちょっとあれだな、ロゴどうにかしよっかな。戦い宇宙キットの、機械恐竜現るっていうアニメを作っています。だらだら作っています。暇な割には進んでいません。作ってます。おいで、まあ今はこんな感じで、なんだっけ、作戦、宇宙キットの作戦指令室みたいなとこあるんですけども、そこの中を作っておりました。これはね、後ろの方だな、要は三方の壁面に、モニターがあって、こう地図見えるでしょ、地図が見えるんですけども、地図があって後ろのところに、んで、よいしょ、あれ、おっと、これか、まあ、こんな具合でモニターが3方にありまして、あ、これね、一応全部ねブラウン管が敷き詰められてるっていう体になっておりますね。体になってるのは何でかっていうと、あのモデリングしてるわけで 3DCG で、だから、ブラウン管ですよっていうことでやってます。まあ本当はこんな風に使わないんだけどね、まあ、あの古い感じが出せたらなと思っております。で、まあこんな具合で、人がいっぱいいて、仕事をしているふりをしてますね。これが、ちゃんと映ってるかどうかわかんないんだよな。映ってんのかな。よいしょ。あ、出た。出たからいいと思う。まあこんな具合で、まあパソコン教室みたいにやってますってことです。人はね、中にいる人は全員同じ人です。気持ち悪いです。同じ人になっているのはなぜかで、しかもこれ固定ポーズで動きません。なぜか、動かすのが面倒っていうのと、じゃあほとんど見えないんだね。実際はあのじっくり映ることがないんですよ。これなんで、まあ、固定ポーズというか、まあ、いわゆる人形状態ですね。で、あと、まあ、体格が本当は違う方がいいんだけれど、まあそうは言ってられんっていうことですよ。これを書き出すだけでも結構手間だったんで、ちょっときついかなっていうとこですね。なるだけ早く進めたいし、なんでもっと同じ人で、やってもらってますね。はい、あと、んで、よいしょと、あー、これちょっとここしか見えないな。見づらいんだけども、拡大すればいいのか。拡大して奥がビューと、こっちだ。これでどうだ。あ、違う、これでどうだ。これだったら、あ、ちょ、これだったらまあなんとかなるだろう。この後ろの地図、こいつは地図あるんですけど、
なんだっけ、ウルトラセブンにのウルトラ警備隊っていうやつがおりましてね、昔ね、そいつに出てくるこのウルトラ警備隊のこの何作戦司令室みたいなところでに貼ってある、貼ってあるというかにある地図がこのこの方式の地図なんですよ。大なんだっけ、大マクソン方式地図っていうので、なんだっけな、方角とか位置関係とか、地図、なんだ、土地の面積、大陸の面積の比率などが正確っていう、要はできるだけで、あと天地がないとかっていう、できるだけ正確な、なんてこう位置とか地形とか、地形じゃないの比率だな、形はともかくとしてが、できるだけ、実際のにものに合わせて正確になっているっていう地図が大マクソン地図マップっていうので、あ、かっこいいなと思ったんで、であと未来っぽい感じがして、なおかつ、ちょっとレトロな感じもして、であと何かな、ピースフルな感じが、平和的な感じがしていいんじゃないかっていう、上下がない、あのよくさ逆さの地図っていうのはあるね。逆さっていうのは要は南極じゃねえや、南の方を中心にした、オーストラリアとかね中心にした地図って、こう日本でよく見る地図のちょうど逆立ちしたような格好になってるのが多いんだけれども、それはさオーストラリア側から見たっていう視点じゃないですか。そうでなくて、どこからの視点でもないっていう視点がいいんじゃないかなって思いますね。でこれね、確かこれ三角形ごとに分割していって、これあの各辺というかをそれをねこう折り曲げると、確かこれちゃんとした立体になるんだよね。西南面体かしら。この方向だとちょっと喋りづらいね。曲は今曲が今ちょっと今すごく懐かしいやつになってたな。でね、こうやってやって、あのここがモニターなので、まあなんか動いたりするよっていうのと、あのなんだここのモニター部分がっていて、全然あれだね、映ってないけど大丈夫なのかな、これ本当に真っ暗なままなのかな、わかんないけど、けど CPU の占有量 100% にまたなってるよ。いいんかな。で、なんだっけ、まあもうちょっとね、このモニターの色がこのユーストで見ると別に劣化した感じでちょうど普通に見えるのかもしれないけど、ただ貼っただけなんで、テクスチャーを貼っただけなんで、もうちょっとモニターっぽい効果というかエフェクトをつけたのに、今僕が自分で手でやって説明したってダメだよね。あの俺の手でここでやらないとね、これしか動かないからね、どうせこんだけのことしか、よいしょ、こんだけのことしか動かないように作ってあるんで、で、なんで、まあそんなことですよ。はい。で、なんだっけ、まあそんなようなことをしてますよっていうことで、よいしょ、あ、違う。売ってます。Amazon の KDP っていう電子書籍として売ってるので、なんだっけ、違うよ、ちょっと見えないよ。なんだっけ、一応ね、この宇宙キットっていうのが、テレビ、連続テレビアニメとして、テレビアニメ番組としてあるっていう体で作った怪獣図鑑がこれなんですね。だから、1、2、3、ちょうど3巻で、1巻ずつでシリーズになって、って言って、なんだっけ50体もっといるんか、なんか作ったんですよ。作ったっていうか、
なんかコツコツモデリングで1日1体はできなかったんで2日で1体だったかな、なんか作ってなんかあまりこう手際よくない感じで作ってまあ電子書籍にしましてまとめましたよってとこですね。なんで、買ってね。でこれを買ってもらえるとこの機械恐竜現るってアニメが作れるようになりますっていうか作ってるんですけども、まあそれを作ったり公開したりするお金になるはずなんですがどうなんでしょうかね。もう一個、これちょっと分かりづらいですけども、この宇宙船が出てくる、パッチワールドっていう小説が電子書籍というかアマゾンの KDP で売っておりまして、それの表紙をデザインしました、作りました。でこの宇宙船が目印です。アポリオン3っていうそうです。これを作ったのでじゃないや、これが出てくるんですよ。で表紙なんですよ。これね、だいたいこんなような感じの表紙があるので本屋さんというかアマゾンで見つけてパッチワールドで検索すると出てくるので買ってね、買って読んでね、そうだね、買うだけでいいんだけど実際は、とりあえず買うだけでいいんですけども、買ったら読んでねっていうことですね。はい、買って読んでもらえたらいいなと思います。ああそうそうそう、今流れている曲はなんだこりゃとか思う人もいるかもしれないけど、僕が作っております。そうそうそう、なんかね曲作るんですよ。でも宇宙キッドの曲は全然できないんですよ宇宙キッドの曲も作んないとね。であとパッチワールドのコマーシャルもあるんです。パッチワールドはね、なんか僕が力を入れてる感じになってるんですけど、力を入れてないわけではないんですけども、せっかく 3DCG で宇宙船を作って表紙もデザインしたので、なんかマルチにいろんなところに転用できたらいいんじゃないかなっていうことで、そのまま、CM に使っています。15秒の CM 映像があるので見てください、それの曲というか効果音というかもそんなに言うことでもないかな、音楽も僕が作っています。ナレーションの脚本は、ほんの少しだけちょっと過失修正みたいなのをしただけで、元ネタというか、ナレーションの脚本セリフの部分については、このパッチワールドの小説を書いたダンシャオンさんが書いております。でナレーションはちょっと親知り合いに、頼んでやってもらいました。作ってやってもらいました。はい。で、いっぱいエフェクトかけてます。よ。あれだ。あれみたいだな。前、怪獣動画を作ろうって言って、ちょっと頓挫しちゃってるやつがあって、それの、怪獣動画を作ろうって言ってるやつが、だいたい似たような作り方をしてますね。うん。ああ、けど怪獣が出てくるやつもなんか作りたいね。作る算段が、なかなかないんだけど、ないんだけどっていうか、どうしたいこうしたいっていうのはあるけどさ、あるんだけど、なんかね、ただ怪獣が出てきてさ、なんか暴れてるのってどうかなって思ってね。いやだってそれだけってダメでしょ。なんかさ、それだったら別にウルトラファイト的に着ぐるみ着てさ、どつき合いとかどつき合いごっことかしてればよくってね、でわーいわーいって言えばいいだけで、そうじゃない部分の方が大事でしょ。でその大事な部分がどうしたらいいかなっていうのがちょっとスカッと出てこないので、どうしようかなって思ってます。相談すればいいんで、誰にわからないですけどね。大抵の人が、自分が、実現できる映像表現で、映像表現というか、こう絵にするアクションに、アクションでその
いわゆる擬闘的なことではなくて、動きがあるというかアクションにするっていうことがを想定した、絵作りまで考えたシナリオとか物語っていうのを意外と考えられないようで思いつかないというかようで、物語はできるんだけれども、実は人間が全然動いていないとか、セリフは別に一言もなくったっていいんですよ。人さえ動いていれば。でも意外と人が動いてるっていうかアクションがで物語が進むっていうのって意外と書けなくって、で小説だったらできてるかって言ったら、小説でもそうなってないのって意外とあるよ。人が全くアクションが何にもなくって、実は部屋の中で2人ぐらいが喋ってても全然成立してるっていうものもあるし、必ず人が動かな、別に部屋の中で、全く動かなくてっていうことね、座って話してるだけで実は物語は成立していたりとかで、そうではなくて、あとかっていうのは小説では全然あるんだけれど、ことをそこ映像にしようと思ったらアクションがないと映像で物語を作るっていうことにはなっていかないので、まあ、別にその場でね喋ってるだけでも別にいいんですけども、どちらかというとそっち側は映像で物語を作るには特殊で稀で、一般的には動きで物語、アクションで物語が作られていかないと、まあ動いてればいいということでいう意味ではなくてね、でないと演技でというか、なんかねそれが、ちょっとないと、ただね怪獣が出てきてね町壊してたらそれでいいかって言ったらね、そういうことじゃないと思うからね、はい、てなことで、まあこんなこともします。あと電子パブっていう何この宇宙キットとか、パッチワールドとかを、宣伝というか、まあなんかまあ宣伝ですよ宣伝したりする、買ってもらうためにリストを作ったんですね。ちょっとした自己出版仲間で、でリストを作ったんですけど、まあだけじゃなんかちょっともったいないんで、何表紙つけましょうとか読み物つけましょうとかって言って読み物つけて、まあ月1で PDF で配布しようかなとか思ってやってるのがをやっておりますので、僕のこれを配信しているサイトというかブログ、Facebookの何ファンページっていうの、ファンページかグループじゃないとダウンロードさせられなかったみたいなんで、グループだったかな、まあなんかそんなような機能を使って、やってます。でダウンロードしてね読んでねっていうことですな、なんかそんな感じですってなことをやっておりますので、見てね聞いてね読んでねってな感じで、今日はこの辺でお開きざんす。はい、じゃあね、どれだけ、じゃあね、また、できるだけ定期的にやるよ。こんな感じで真っ暗になったりとか、一応今、絵動いてるんですよ。絵見えてるんですかね。で、絵があったりとか、なかったりとか、不定期になってるんですけど、なるだけ、火曜の10、なんだっけ23時頃からやれるようにしたいなと思っております。はい。ってなことで、じゃあね。一応来週また同じ日に、同じ時間にやるよ。やる予定です。はい。